それでは医学部行ってみたいと思います。今日の勝負の全体像はこちら。デビさん、ご覧いただいて分かるかと思いますが、問題数がちょっと多いんですね。ですが、これをちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまって、皆さんご覧いただけないので、問1番空小10問題10問行ってみたいと思います。そして問いの2番、4番、5番、ワーク問題の対策は、国公立大英語という再生リストに収録しております。で、問の3番の英作文もですね、英作文の再生リストをございます。そして問の6番、7番、内容1。これは各大学別の対策動画。この慶応大学医学部であれば、慶大英語。そういう感じの再生リストを作っておりますので、そちらで練習できますからね。合わせて活用なさっていただけると幸いです。ということで、空小10問題、一緒に頑張りましょう。セブさん、第一段落でございます。まずは空欄 A ですね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。セブさん、選択肢どれを選んでいただいても動詞。で、空詞の右側に前置詞ございますので、自動詞を入れればよろしかったですね。で、そうすると選択肢の1番、discuss、議論する。で、選択肢の2番は、調べる。で、選択肢3番は、再調査する。すべて他動詞ですね。で、菅見さん、talk。これは有名な自動詞ですので、大丈夫かと思います。ですが、正解は4番ということで、よろしいかと思います。さあ、そして空欄 B の検討をお願いします。すみません、これも空詞の右側、いきなり前置詞とおりますので、まずは空欄 B、自動詞を入れたいですね。そうすみさん、選択肢の中で他動詞である1番と3番が、まずは×。で、あとみさん、2番か4番かです。すみません、4番、move out。まあ、move と書いてますから、引っ越すのか。という話になってしまいます。ですから、選択肢の2番、get away from。まあ、もちろん、後ろはみさん、電子機器ですね。まあ、そこから離れると。まあ、意味内容上はバッチリなんですが、でもこれ空欄 B の真上にこういう表現ありますよね。で、ここをヒントに考えていただいた方もいらっしゃるかと思います。で、もしくはこの文末ですよね。皆さん邪魔されない、中断されないということですので、皆さん電子機器から皆さん get away from、離れるとか逃れる。そうすることによって皆さん邪魔されなくなりますので、正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空欄 C の検討をお願いします。さあ、これ空欄の右側の it ですね。まあ、どこを指してるのかなと思って皆さん空詞の左側遡っていくと、で、もちろん単数名詞でございますので、おそらく concept、概念を指してるんではなかろうか。で、皆さんそれで選択肢1番 browse。これだとインターネットを検索するになっちゃいますね。で、選択肢2番 finish。概念を終える。終えられなさそうです。で、選択肢の3番 make it。概念を作り出す。まあ、ちょっといまいちですね。で、選択肢4番 read it。概念を読む。まあ、読めないですね。ですが、この一とが皆さん、コンセプト。これを指してるんではなかろうかと考えても皆さん、答えがなかなか見つからないと。となってくると皆さん、これ、空欄 C と一と、これで皆さん、熟語と判断していただいてよろしいですね。そうです。皆さんもご存知のあの有名な熟語。そうです。3番の make it。うまくいく。まあ、今回皆さん、これ、空欄 右側の through a book。まあ、一冊の本を読み通すことでしょうね。で、それが make it でうまくいく。で、今回は空詞の左が couldn't とございますので、うまくいかない。まあ、読み通すことができないと。ですから、意味内容もバッチリでございますので、正解は3番ということで、よろしいかと思います。それでは、第3段落には空欄がないので、一読だけお願いいたします。それでは、続いての段落でございます。まずは空欄 D、検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空欄の前後を見てみると、from A through B。これ、from A to B の変形ですよね。で、その A と B に当たる部分の関係性。で、皆さん、それが皆さん逆、対比の関係になっているのは皆さんご存知でしょうか。ですから、lay との反対ですからね。で、そういった観点から皆さん選択肢眺めていただきますと、結構一発かと思います。そうです。選択肢の一番に are いますからね。ですから、are と lay との対比関係。よって正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 E の検討をお願いします。これも空欄の右が in がありますので、皆さんこれも選択肢一発ですよね。そうです。選択肢の3番、engage。皆さん、engage in。うにゃいなに従事する。で、今回皆さんそれが名詞になってるだけでございますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 F の検討をお願いします。すみません、これは空詞の左側、be closely…… ときたらもうコロケーションの知識でも絶対 linked to ですよね。密接に結びついている。で、もちろん意味内容上もまずは空欄左側。
1年生の時の読む力、それが皆さん11年生の時の成績ですよね。それに密接に結びついている意味内容もバッチリでございますので、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。空欄 G の検討をお願いします。さあ皆さん、まず空欄 G の大前提として、このあたりですね、バーチャルで活動していた様子がうかがえます。で、何を使ってますかと言われたら、皆さんオンライン、まあ大抵は Facebook と書いてますね。で、皆さん、あげくの果てに皆さん、読書よりも皆さん、Twitter の方に時間を割いちゃってますよね。で、このままじゃいけないと思って、皆さん、このサイレントリーディングパーティーズ、それを主催したと書いております。ですから、空欄の時期だと思って、皆さん、主催しました。そういう流れかと思いますので、皆さん、これも選択肢選べますよね。そうです、選択肢の一番、アクション。行動を起こす時期だと思って実際に行動に起こしたと。これでうまいことつながりますので、正解は1番ということでよろしいかと思います。すみません、最終段落ちょっと長いので、まずは一読だけお願いいたします。すみません、空欄 H ですね、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。すみません、選択肢どれも接続してございますので、意味内容でいくのか、まあ、ちょっとそう思うんですが、皆さん、これ時制で一発ですよね。皆さん、動詞のところ線を引っ張ってみました。現在時制で統一されてますね。これで皆さん、現在時制と未来を示す表現があれば、例えば、フェンとかが入ってくるんですが、現在時制で統一されているということは、選択肢の2番の Now that ですよね。今やうにゃうにゃなので、もちろん意味を考えていただいてもいいんですが、時制で一発。よって正解は2番ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて空欄 I の検討をお願いします。すみません、これ空手の左側にスキミングと書いてますね。で、それが空手の右側、キーワードをうにゃうにゃする。この関係性を考えれば一発ですね。で、選択肢の1番と2番。まあ、ask for, call for, うにゃうにゃを要求する。まあ、スキミングはキーワードを要求するものではなさそうですね。で、選択肢の3番飛ばして4番。send for, うにゃうにゃを呼びにやる。で、一方を飛ばした3番のハント。まあ、探すんですよね。ですから、キーワードを探しに行く。意味内容バッチリでございますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 J の検討をお願いします。すみません、これ空欄の左側に This と書いてますから、皆さん上の方をヒントを求めましたね。で、皆さん上の方では皆さんスキャニングの話がなされております。そして具体的に皆さん、目を滑らせると書いてますね。で、皆さん、これがどうなのかということですが、皆さん、これ空手の右側にもヒントが転がってますね。で、皆さん、例えばこのあたり、理解力は弱まってしまいます。ですから、空手の右側、深く理解するということにおいては、選択肢の2番、どれも良くないんですよね。ですから、正解は2番ということでよろしいかと思います。